はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。まあテレビでやってたんですけども、車の逆走ね、すごい多いねっていう話をされていました。で、まあそのね、まあそうならないためにどうしたらいいかみたいな感じので、まあいろんなところが出てこなかったけど、いろんなところがね、なんだろう、このまま進んでくださいみたいな、このまま進んでくださいっていうか、逆走しないようにね、矢印の方向に、頭というか、そういうのを向けて進んでくださいみたいな感じでさ、言わなくてもまあ分かる方法でやっていたりだとか、あとまあこれから先ね、なんか、逆走していると見える看板っていいのかな、今あなたは逆走してますよみたいな感じの看板が見えてて、でちゃんとね、ちゃんとねっていうか、まあ、普通に走行しているとあんまり見えない看板なんだけど、逆走しているとその看板が、あなたは逆走してますっていうようなまあそういう看板が見えますよっていうのと、あとまあGPS で、を使ってその川並に、あなたは今逆走してますよみたいな感じのを画面で表示したりだとか、音声で、まあ発信するっていうのが、まあ今ね実験的にやっているのかな。で、まあ、実用されるのが、まあ、来年っていうか、今撮影しているのは2019年です。で2020年の多分2月3月ぐらいからなんかやるらしいっていう話をしていますが、今この動画をね出す頃にはもう実用がもう決まってるかもしれませんけど、はい、間違ってたらもう本当に申し訳ありません。で、やっぱ、周りの人がね、逆走したっていうのは、ないけども、逆走になりそうになったっていうのが、うちの父親ですね。もう亡くなったんですけど、63で亡くなったんですけど、やはり、母親との遠出、まあ、日帰りでもね、一泊でも、そういうことがあったって言ってましたね。母親から聞いた話なんですけど、サービスエリアとか、あと一般道ですね。一般道から、まあ、高速道路に入るところ、合流地点のところなんかは、やっぱりね、逆走というか、なんて言うんだろう。待ってくださいね。図にしないと分かんないや。こう言ってこうなるじゃない。ちょっと分かりにくいけど、ここが高速道路で、一般道というか、ETC がある料金所からを出てからこう合流するところってあるじゃないですか。ね。で入るときにこう
こう流れで行けばいいものの、一旦止まっちゃったりとかすると、こういう風にね行くことが、まあ止まんないにしても、こうちょっと変にこう運転のミスっていうか、あのハンドルの切り方っていうのか、そういうので意識してなかったけど逆走になっちゃったっていうことがあるみたい、なりそうになったっていう感じで、その時はね母親がいたんで、危ないよっていう話をしたらしいんだけど、その時母親がいてよかったなと思いました。もしいなかったりとかして、一人でいなくても同乗者がいたとしても、その人がね寝ていたりとかしてて、注意をしないできない状態ってあると思うんですけど、だからね、ちょっと自信がなくなったっていうか、法則で走るのはちょっとなっていうのは、多分父親の中でももしかしたらあったかもしれませんね。だからといって、なんて言うんだろう、免許を取り上げるっていうことはしないですけども、しなかったと思うんだけど、多分条件付きかもしれないですね。そうなったら、まだね60代だったんだけど、それでもちょっとビビったっていう感じだったんで、多分その高速道路、高速じゃなくてもちょっとスピードが出るような幹線道路とかねあると思うんだけど、そういうとこはちょっとできるだけ行かない、下道で行くとかさっていうのがあると思うんだけど、全部下道でね、千葉県に行くとか埼玉県に行くとかっていうのは結構辛いよね。お尻が痛くなかったりとかさ、ちょくちょくねコンビニ行ってトイレ貸してくださいとか言えるけどね、だから一般道路でもね逆走するしてしまう可能性もありますけど、びっくりですね。もちろんね、その今住んでるとこ、私が住んでるところも、実家の住んでるあるところも比較的、私今住んでるところは山の上なんですけど、比較的バスが多く入ってるし、山の上だけども行きはいいけど下るだけなんでね、行こうとも歩いて行けると思えば行けるんだけども、帰りがちょっと大変だったりするけどね。あとタクシーもあるっちゃあるんで、それに乗って行こうと思えば行けるんだけど、あと実家の方もその平らな場所なんて、駅まで行くのに一本道なんでって、2、3キロの距離なんで、行こうと思えば歩いて行けるし、バスも通っているし、チャリンコで行こうと思えば行けるし、コンビニもね、近くにあるんで、いいかなっていう感じですかね。比較的、ちょっとね、病院が、ちょっと、駅を通り、
通り越してっていうか駅を越えなきゃいけないんで、まあ、そこはちょっとね大変かなっていうのはありますけども、まあ住むにはまあそんなに健康的になれるかなとは思うんですけど、まあね、車なくてもまあ比較的大丈夫かなっていうのはあります。ただあのちょっとね重たいものとか歩いていくのには大変かなっていう感じですね。皆さんどうでしょうか。車のね結構なんか最後はちょっと違う話になってしまいましたけど、皆さんどうでしょうか。逆走になりかけたこととかありますか。皆さんにちょっとご意見いただきたいと思います。あとね、登録もできたらお願いいたします。それでは皆さんさようならね。